おはようございます。高野久保です、えー。コメント返ししたいと思うんですけれども、これはですね、2024年の5月の下旬ぐらいにアップした動画ですかね、えー、やっぱりサボイが好きというタイトルの動画にいただいたコメントを紹介したいと思うんですけれども、えー、岡瀬チャンネルさんからのコメントを紹介したいと思います。ウォーミングアップアリフ、まあ、サボイに入ってる演奏ですね。ウォーミングアップアリフは、その時ピアノを 弾いていたガレスピー、まだピアニストが到着していなかったが、そのパーカーのアドリブがすごすぎて思わず笑ってしまった感じがいいですね。あははははいい、あれも音楽ですね、一つのね。で、パーカーオムニブック、有名なパーカーコピー本から一曲だけちゃんとコピーするならどれがおすすめか。と聞かれたら間違いなくウォーミングアップリフをおすすめしますね。えー、あ、ウォーミングアップリフを勧めますね、というね、えー、コメントですけれどもね。えー <laughs> それで私はあ今おすすめって読みましたけど一曲だけちゃんとコピーするのはどれがおぬぬめかと聞かれたらっておぬぬめかたかでおぬぬめって書いてるんで <laughs> 私はおぬぬめんててんてん朝水たらしにこちゃんマークと、えー、コメントを返しておりますけれども。まあ、ウォーミングアップ リフはいいですねタララララタラララタララララタララララってはないんですタラララタララララララタタタタラララタラララあれにパーカーの魅力が凝縮されてるんじゃないですかで終わりのねガルスピーのピアパッ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 パラッパっていうところでなんかフェードアウトしていくところとかもねすべてがいいですねウォーミングアップリフはねまあ 曲としての構成は、あのー、 書いているかもしれませんけど、まあ、なんかテスト録音しているところがそのままなんかたまたまテープを回っていたのがあまりにも良いということで発表されているだけなのでね、まあ、本来だったら発表前提にした録音じゃないやつですけどもそういうところにミュージシャンの本音とかいいところが現れたりすることも多かったりもするんですよねあのソニー・ロリンズのハイファイザ・ムーンとかねコンテンポラーリーダースに入っているやつとかあれも肩鳴らし演奏あのウォーミングアップまだあのドラムとかが到着する前の 肩鳴らしでねバーニー・ケッセルと,とリロイ・ビネガーの3人だけでやっているとギターとベースとテナ・サックスだけで演奏してまだドラムピアノが到着する前じゃあちょっと一応演奏するべみたいなのね録音されることを前提というかレコードになることを前提にしてないリラックスした演奏が時,時には名演を生んでしまうと、まあ、まさにこのウォーミングアップアリフもそういう感じなんでしょうね。 あのサディク・ハキムだったのかな、確かあの、その時のセッションのピアノはね。だけど、ガ,ガレスピーでいいじゃんって感じですね、あのピアノ。ガレスピー、ほんといい味出してますよね。まあ、素晴らしい、まあ。オムニブックもね、私、C のキーで持ってますよ。モカセチャンネルさんは、えー、テナー奏者ですから、B フラット版を持っているのかな。ただ、私は、 持ってますよなんて、なんか偉そうに言ってるけど、いますけど、持ってるだけですから、はい、すいません。弾 <laughs>、えー、いてません、てか弾けません、とかね <laughs> と。あ、あの、テーマをね、拾うときのため用に、あの、買いました。はい <laughs>。それぐらいですね。で、もう随分昔なので、今、お尻の中でもうカビが生えちゃってるかもしれませんけどもね。あれで、追うプリバーブとかね、の、えー、 テーマのを拾った記憶はありますけど、あと何だろうねあ、あのビリ,ーバウビリーズバウンスなんかも、でもあれ耳コピーしたね、ビリサボイのビリーズバウンスの,あのパーカーのアドリブの部分なんかはね、あれ有名でね、丸々コピーしてる人多いですよね。まあ、あれが、あのアドリブはもう一つの教材になっちゃってますし、リーコニッツなんかは、あの、 ビリーズバウンスのアドリブもそのままあの合奏してますよね、アンサンブルとしてね。<laughs> それぐらい栄養たっぷりなんですね、サボイのパーカーっていうのはね。まあ、栄養たっぷりっていうと、なんかこう、勉強用の教材みたいな、まあ、勉強用の教材にものすごくなるんですけれども、だけどそういうふうに言っちゃうと、あなんだ、勉強か、教材か、参考書か、問題集か、勉強嫌だなって思っちゃうかもしれませんけど、あのそういう意味じゃなくてですね、 なんで教材になっちゃったのかっていうと、あまりにも素晴らしくてかっこいいからなんですよ。あまりにも素晴らしくすぎてかっこよすぎて、真似をしたくなっちゃうし、真似をしたところで、あの、結構その真似を習得するまでの運指だったり指の動きとか、音と音のインターバルだったりとかですね、音の組み合わせだったりとか、あと、その、 コードに対してのこのメロディーとかスケールのアプローチが非常にセンスが良いのであのなぞるだけでも勉強になりますよっていうことでの教材、まあ、勉強になるというかねもちろん勉強にもなるんだけど自分でこう吹いたり弾いたりしていても,気もすごい気持ち良いんですよパーカーの、ね、フレーズっていうのはね。だから ついついうっかりですねあのパーカー派があると奏者だったりとか、まあ、特に今作奏者なんかは練習の痕跡がついつい出ちゃったりするのはやっぱりみんなパーカーのように吹きたいというかあのパーカーが吹いたフレーズがかっこいいので まあ、誰しもがこう真似をしてですねちょっと引いたり吹いたりするわけですよやっぱりでそれがこう手癖で出ちゃったりとかね学習の痕跡が出ちゃってたりとかすることもでもそれは良い意味でね良いタイミングでこう出たりするとやっぱりそれはあの聞いていてもニヤリとするし聞いてて面白かったりもしますしねまあそういうのも私はありだと思っておりますあの平野啓一郎さんなんかもねあの ほら結構その時はあの綿谷りさとかが現れる前は史上最年少芥川賞受賞作家だったのかなか学生時代はずっと川端康成とかかな三島由紀夫あと谷崎潤一郎 まあその辺りの、まあ、いわゆる文豪と言われている人たちのカセットブックをずっと耳にイヤホンを突っ込んで太宰、まあ、も入ってたかな、まあ、まあいわゆるその辺りの,あの文豪と言われる人たちですよねの文体を体に練り込むため血肉化するため細胞化するためにですねあの、まあ、当時は iPhone なんてなかったし ま,あスマホましてやスマホなんかもなかったし、あの、ブルートゥース型イヤホンなんかもなかったので、無線のね、まあ、有線の多分イヤホンを、ウォークマンかなんか、まあ、当時カセットブックっていうのは新潮社からね、出ていたんですけれども、まあ、どなたかが朗読したものがね、まあ、オーディオブックとかが、とかね、オーディブルとかない時代ですからね、カセットブックかなんかに、 発売されていたものを繰り返し繰り返しおそらくソニーのウォークマンだと思います、あ、ソニーじゃないかもしれませんけど、まあ、ウォークマンみたいなね、まあ、ウォークマンはソニーの登録商標か、まあ、それはどうでもいいんだけどあのポータブルカセットデッキにその新潮社から出ている新潮文庫のなんか朗読なんか有名な人が朗読しているようなものをあの 携帯しながらずっとそこからそこに繋いだイヤホンを耳の中に突っ込んで文体を練り込んでいたみたいですよ。あの文豪たちがこう花書いたものの朗読をね耳の中からで少しずつ、まあ、それがあのどれだけ効果があったのか影響したのかどうかわかりませんけれどもあのなんだそれが その人の平野さんの文体にどれだけ影響を与えたか分かりませんけれどもだけどまあまあそうやって最初はどんな方でもですね音楽のみならず小説のエリアでも先人たちのそれも素晴らしいグレートな先人たちのその足跡そして あの作品を体の中に細胞として練り込んでいて血肉化しようと練り込みでそこから発酵されたものがあのその人の匂いを 付加されたブレンドされた新しいものが物語が <laughs> まあ評価されたり、まあ、されなかったりもするかもしれませんけれどもまたまたま平野さんの場合はですねあのデビュー作私も読みましたけど芥川賞受賞作何が何だかさ難しすぎてさっぱり分かりませんけど、まあ、要するに日ぶりで写生の話なんですかねめちゃくちゃ一言で凝縮するならアホな私はそれぐらいしか言いませんけどそのカタルシスを多分 表現するためにあのうだうだとわざと難しい文章と物語の流れとわざとこの退屈なあのあれを <laughs> 物語の流れそして最後のクライマックスの中にギャーってガーンってくるようなねそういう仕組みなのかなってあの松本人志の映画「あの大日本人の次の」あのシンボルっていう映画みたいなねなんかゆるりとゆったりとあの 物語がだらーりとあれとななんとなくへーそんな感じそんな感じって進んできて最後のある瞬間を 今までの物語の速度が0.5だとすると、一気に4倍速になって2倍か3倍ぐらいになっちゃって2とか3ぐらいの速度でガーンってめちゃくちゃ速い速度で進んでいくとその物語のスピード感の緩急その違いみたいなものはめちゃくちゃ感じますし平野作品の多くが、まあ、多くって言うのも全部読んでるわけじゃないですけど、まあ、例えばあのドーンって言うやつあの火星 ロケットの話あの、SF の話、未来の話、なんか火星探査機の話、確かド,ーンだとドローンだったっけど、ドローンは違うよね <laughs>、ドーンだったと思いますけれども、それとかも割と物語の緩急みたいな話、スピード感と凝縮感、スピードみたいなものがめちゃくちゃ感じられて、あの以前私、あの 平野圭一郎さんこのマイルスのね、あの、オン・ザ・コーナーとかのお話をする、していただこうと思って、ラジオ番組に呼んだことがあるんですけど、それを機に、一時期結構メールでやり取りしてたことがあるんですけども、ちょうどその時は確かドーンのあ,あの新刊として発売されたぐらいの時期だったかな。で、それでその物語の緩急とか、そのスピード感の話とかね、その、 凝縮されてエネルギーをものすごくアイドリングを,をずあのアイドリング状態で,でトルクを重くした状態でゆっくり進んでいってある瞬間をでそのアイドリング状態を解放して一気にですね本当に馬力のあるエンジンなんだけどわざとゆっくりと あの微速前進をしていったところいきなり急にでもエンジンは負荷した状態で微速前進で急にこうアクセルを踏んでいきなり時速300キロになるっていうようなその緩急のつけ方があなたはとても素晴らしいみたいななんか偉そうなことをなんかメ,メールで送った記憶がありますけど、ね、そんなやり取りも一時期ちょっとしていてね芥川賞作家相手に偉そうなこと言ってますよね俺もね <laughs> まあそれに対してどう返ってきたかちょっと <laughs> まあ軽く 受け流されたような記憶がありますけれどもね。<laughs> だけど、まあ、そういうのがありますの、まあ、話がどんどん添えていっちゃいましたけど、まあ、あの芥川賞作家でさえもですね、やっぱりこの修行時代はね、修練時代は、やっぱり先人たちのその素晴らしい文体だったりとか、あるいは そういう雰囲気みたいなテイストみたいなものもあると思うんですけど体に練り込む作業をしていたわけですよねでましてやミュージシャン親って感じですよねミュージシャンもやっぱり憧れのミュージシャンだったりとかあるいはほらあのジャズって結構あのバンド活動、まあ、レギュラーバンドで活動してる場合もあったりもするけどジャムセッションの楽しみもあったりもしますよねだから思わぬ人とあの普段はあんまり会わない人一緒に会わせない人ととりあえず会って 合わせてみたりする楽しみそれでありますよね。あのコード進行とか、まあ、スタンダードとかお互い共通の曲を知っていればねそれで演奏できちゃう楽しみとかもあったりもするんですけどもそういった意味で、まあ、自由といえば自由なんですけれども自由に演奏するからにはそういう約束ごとっていうものも結構あったりもするわけですよね。でその約束ごとルール文法みたいなものをやっぱりある。 ある程度は知っておく必要があると。で、そういう文法的なもの、あるいはもうイディオムみたいなものですよね。あの、そういうものもあの学習しておかないと、会話が成立しないわけですよ。初対面のジャズマン同士の。まあ、セッションっていうのはある意味音の会話じゃないですか。で、会話にはやっぱりルール、マナーがあったりするのと同じように、そういったルール、マナーなんかをやっぱり学ぶには、まあ一応、あの、 理論とかの本で、こういう時はこうするんですよとか、このアプローチはこうですよなんて、あの、アボイドノートっていうのがあって、あんまり引いちゃう、吹いちゃいけない音がこうですよなんていうことを、まあ一応規則として覚えたりもするとは思うんですけれども、結構、覚えないじゃないですか。覚えないじゃないですかって、今私の場合ですけど、ほめんどくさいからというかね、忘れちゃうし、みたいな。学習したとしても、いざ実践でだと、あれあやっちゃったーみたいに <laughs>。であれば、あの、 素晴らしい先人たちの演奏をもう死ぬほどコピーして体の中に練り込んじゃった方が早いしで練り込むと「ああ君もやっぱりそうね」なんて音の会話で分かっちゃうわけ、ね、ですねあ「君もパーカー好きなんだ俺もパーカー好きなんだよ」なんてことを音の会話でねちょっと吹いたものに対して吹いたもので返したりとかね「ムム<タッ>コールトレインも君は学習したね」なんてことをこう音のやり取りとかでねあの できちゃったりする楽しみはありますよね。だけど、それはあの今まで学習してきた。勉強してきたというか練習してきたということが前提上にある上での楽しい会話なわけで、そうなるまでにはやっぱりあの。 結構な時間を要するというかまあ私の場合はそう感じるだけかもしれません天才だったら一緒にしてペロリとそんなの理解しちゃうのかもしれませんけれどもねまあ人によって学習速度とか腑に落ちる速度は全然違うので何とも言えませんけれども少なくともあのパーカーのあのサボイで吹かれた数々の音というのはもうなんか 全部かっこいいんですよね。全部明るくて洋のオーラを放っていてそれであのただ普段は聞き流しているだけでも気持ちいいんだけれども実際例えばオムニブックのような譜面をあの音でなぞったり楽器でねその譜面の 楽器でなぞったりしているうちああ、これそうそう、こう,こうなんだよ、あ聞いたことある、あそうなんだよな、なんてね、一音一音鳴らして、うん、そう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 、なんてね、もうニコニコしながらね、なぞっていける譜面だと思うんですね、オムニブックはね、なんて言ってますけど、あんまり私、オムニブックなぞってないんですけど、あの、でもね、あの、ナウザタイムってアルバムもあるじゃないですか、バーブの。あの父って あ,るあとコズミックレイズとかもうほらなんかいきなり最初からアドリブっぽいような感じの,あのアプローチもあるじゃないですか何ていこうかもあったり父だったっけなだったらたったらだったらだったらたったらだった,らだったあれの出だしというかあれがもう全く頭の中で処理しきれなかったのでそれを あの、譜面で追いかけるために、こう、オムニブックを眺めながら、お早い、は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 い、追いつかねえ、目が追いつかねえ、みたいな感じで眺めた記憶はありますね。だからね、オムニブックはね、いいですよ。いいですよっていうか、今はほら、YouTube で、その、まあ、パーカーはあるかどうかのあの、コルトレーのジャイアントステップスとかね、この譜面が動画で表示されるのもありますよね。こう コルトレーンの音源が流れますとそれに合わせて譜面が今演奏されているものを指し示す譜面がこう動画で現れるとこれ見るとコルトレーンの凄さが視覚でも分かったりもするんですけどパーカーもそういうのあるのかもしれませんねだから YouTube とかが現れる前は私はこのようにコルトレーンのジャイアントステップスが動画で表譜面が表示されるのと同じようなことをアナログでオムニブックを見ながらやっていたわけです今ここだ今ここだ流れてる流れてる流れてるあえここって あこの小説こんなにたくさん音符吹いてたんだみたいな音符がもうくっつきすぎだんご状態じゃんみたいなえこんなに難しいことやってたのなんか聞いてるとめちゃくちゃ軽々と簡単そうになんかあの昨日の,あの晩ご飯のおかずおいしかったねぐらいのノリで話してるような感じがするんだけどななんて思ったりとかして聞くとまた新たなパーカーの凄さの発見とかもあったりもするのでそれはそれでとても興味深かったりもするんですよね。 なので、まあ、暇な方はですね、オムニブックを買って、パーカーの音を聞いてみてください。なんて、そんな暇なことをしないか、<laughs> まあ、十分に YouTube の動画とかでもし、譜面と一緒にね、がリンクして、パーカーの音を解説しているような動画があったら、それを見るだけでも、あの、パーカーの凄さ、つまり、難しいことをめちゃくちゃ簡単なノリで話してるな、なんていうことが、で、あの、思います。まあ、別に難しいことをやってるから偉いというわけじゃなくて、 とにかくこのパーカーの音、スピード感っていうのがね、あの、よく言われるんですけど、というか私もよく言ってるんですけども、いまいちピンとこないという人は耳だけじゃなくて、今度は目でね、体感するのもいいと思うんですよ。耳プラス目。それ目っていうのはまあビジュアルでこの YouTube の動画の、ね、譜面を追いかけながらね、譜面と、まあ、 ちょっとコルトレーンはあるんですけどね、ジャイアントステップス。ちょっとパーカーは私見たことないから、でも探せばきっとあるんじゃないかな。トランスクライブ、チャーリーパーカーとかで多分検索すれば出てくると思うんですよね。あのそれで譜面とパーカーの音の,あのセットとなった動画を見ながら追っかけてみていただくと、改めてそのパーカーの凄さで、普通こんなにたくさん音符を短い時間の間に吹きまくると、 あの音と音が団子になってつながっちゃったりとかすると思うんですけれども、一音一音が明瞭に発音されてるんですね。まあ、さながら、早口言葉で噛まずに、しかももごもごしないで、一音一音がクリアに明晰で聞き取れるような発音で、でしかもものすごい速度で分かりやすく、だけど簡単そうにあの早口言葉を言ってるって感じなんですかね。まあ、別に早口言葉だと,というとちょっと違いますけれどもね。<laughs> まあまあ でもまあ、無理やり例えてみるなら、まあ、そこら辺がこのパーカーの発音の明瞭さ、アクセントア、アーティキュレーション、イントネーションの素晴らしさっていうところも感じ取れるんじゃないかなと思うんですよね。そういった意味でもね、オムニブックはあの補助教材として、つまり鑑賞の補助線として、私の中ではとてもある一時期役に立った、 記憶があります、ね、ただ目で追っかけるだけでもとても楽しかったという本でございます。あの時刻表に似てるかな、あの鉄道ファン、ちょっと違うかな、ほら、宮脇俊三さんのような方は、ほら、電車に乗りながら時刻表を広げて、今この駅を過ぎた何時何分、あ時間通りだと、じゃああと3分後には何とかという駅に着くななんて思いながらガタンガタンと揺られながらこう時刻表を見ながらですね、あの トレースししてていく楽しさってあると思うんですね時刻表マニアで。私も高校時代はそうやって東北本線を、まあ、当時ね盛岡から今青森までは結構もう今第3セクターで青春18切符。 通用しなくなっちゃいましたけど、昔は上野発の5時45分か5時55分の夜行列車じゃなくて、始発列車に乗って、上野発の始発列車、1、1、1駅、1駅で青森駅に着いたのは夜中ですって感じなんですけども、あの、一つ一つ18キップで各駅停車で一個ずつ時刻表を丹念にたどりながら、あ、今この駅だ、あ、今この駅だ、今この駅だ、今この駅だ,の駅だ,の駅だっていうふうにですね、楽しくニコニコしながら、あの、 時刻表でその後連絡船に乗り、で本当に連絡船に乗って、ですねまだ青函トンネルない時代ですから、それで、まあ、凍えそうなカゴメはいませんでした、夏でしたけどね、で函館に着いて、函館からまた札幌まで長いんですね、駅がいっぱいあってね、確定だから、確定しか乗れないから、青春18切符だから。それで 確定で一応一応あもう森だいかメシの森だなんてお時間通りだってこう指先でこの,あの時刻表の時刻をたどりながら電車にいわれる楽しみを味わったんですね。あの宮城俊三の,あの 片道長距離最長列車の旅、片道切符の、最長片道切符の旅とか、宮芳木俊蔵の本、エッセー、結構私、その時愛読していたのでね、じゃあ、やってみるべってことでやってみたら結構楽しかった思い出ありますよね。で、北海道行きまくりましたけどもね、今は亡き美光線だったりとか、日本さ赤字最,の最も赤字だった美光線だったりとか、あと、天北線、も天北本線か。 佐ベ別原野なんかも見ましたよね、揺られながらね、あの光景は今でも残ってますね、あと港南線、港北線、これも今ないよね、港北線とかに乗ったとき、稚内か,から確か乗った記憶ありますけど、そこから見る、朝乗ったんですね、そこから見るね、利尻富士、利尻島が妙、本当に。 近くに見えるんですね手伸ばせば届くぐらいの距離で見たね利尻富士山は美しかったですね。なんてそれで時刻表を見て、ああ、今8時37分だ。へへーなんて思って、なんなんへへーってなんだよって感じですけどね、おなら、おならーって。<laughs> まあそれで、あのー、そういうね、今、自分はこの地点にいるんだ。で 時刻表だと何時何分だって、この自分の座標軸を確認する楽しみってあるんですけど、この譜面を指さしながら追っかけるのは、このパーカーがすごい勢いで、パーカー電車がガタン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 ってね、すごいけど、カンクラン、カンクラン、カタンぐらいの、新幹線が、あの、ホームを、こう、 あの飛ばしていくような感じあの通過していくような感じの速度で,ですけどもそれを指で追っかけながらこのパーカーの現在地点をですねこう指でオムニブックの上をなぞりながらねたどる楽しみっていうのは意外とこの時刻表を追っかける鉄道マニアの楽しみに近いところがあるのかななんてちょっとこじつけて考えてみましたけどねはいパーカーオムニブックいいですよ という話がずっと延々とただダラダラと続いているだけの動画になってしまいましたけどすいませんでした。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。バイバイよ。